こんにちは、美穂で調教取材を担当している長島です。よろしくお願いします。本日の推奨馬はですね、東京土曜11レースから、プリンシパルステークスからイエツトを推奨したいと思います。前走は7着に終わりましたが、ヤヤオモババに足を取られて力を出し切れず参考外でいいと思います。前々走の京成杯では勝負どころで窮屈になり、新の取りに苦労する場面がありながら、最後は馬群を割って伸びて0秒2差の3着と力のあるところを見せました。そこで勝った、馬が後の皐月賞で3着の、ジェネラルウンドですから、相手を考えても高く評価できる内容だったと思います。今週はモヤで直線の動きしか見えなかったんですけれども、推進力のある走りで中間の気配は良かったと思います。立て直して改めて注目したいと思います。買い方は新聞の印の通り、ジャックローズ、ワセダインブルー、コスモイグナーツ、インスピレーション、コズミックフォースを相手に馬連で買いたいと思います。で、続きまして、東京日曜の11レースの NHK マイルカップからは、パクスアメリカーナを推奨したいと思います。前走のアーリントンカップは最内枠があだになった格好で、序盤から位置取りを下げる、ロスがありましたが、それで流れに乗り切れなかった印象です。それでもしまいは内目から力強い伸びを見せて0秒1差の2着ですし、勝った馬と3着馬が後方外目をストレス少なく走っていたことを考慮すれば、非常に中身の濃い一戦だったと思います。 NHK マイルカップは傾向的にも立ち回りのうまさとか持久力を求められるレースだと思いますので、客室的には合っていると思いますし、ここ3年で2勝を挙げている黒船産駒であるということも強調できると思います。買い方は新聞の印の通り、テトラドラクマ、ダノンスマッシュ、ギベオン、ミスターメロディ、レッドベイロン、タワーオブロンドンを相手に馬連で買いたいと思います。以上で推奨馬動画を終わります。どうもありがとうございました。